新型コロナウイルスの感染者数が世界で2番目に多いインドで、1日あたりの新規感染者数が初めて20万人を超えました。急速な感染拡大に危機感が高まっています。インド政府は15日、1日あたりの新規感染者数が20万739人になり、初めて20万人を超えたと発表しました。先月から第2波が始まり、 急速に感染が拡大していますインドはワクチンの製造・輸出に力を入れてきたワクチン大国ですが、一部の地域では深刻なワクチン不足に陥り、接種が制限されているということです。金融都市のムンバイがある西部のマハラシトラ州では、多くの病院で病床が不足する事態になり、外出が制限されています。さらに首都ニューーデリーでも 今週末の外出制限措置が決まるなど感染拡大に歯止めがかからない状況に危機感が高まっていますそれだけの数を検査できるのがまたすごいと思いますこの検査数を参考に日本も一斉検査に踏み切るといいんじゃないでしょうかおよそ1ヶ月で2万から20万に増加倍率が半端じゃありません インドでは先月二重変異株が確認されましたがそのせいのようです世界的な再流行でオリンピックに対する世界の世論が反対だとのことですホスト国の一刻も早い決断が必要でしょうご視聴本当にありがとうございました